マリーヌ・デルテルムは、フランスの女優、画家、彫刻家。以前は、モデルもしていた。フランス、トゥールーズに生まれる。その後、パリに移る。両親は、芸術作品の補修、修復の仕事をしていた。小さい頃から芸術に興味を持ち、また芸術的才能の片鱗を見せるような子供だった。なお、スイス出身の俳優ジャン・フィリップ・エコフェジーン。 フィリペ・エコフィーとの間に息子、ガブリエルを設けた。別れた後、小説家で劇作家のフローリアン・ゼレールと結婚し、2008年に息子が生まれ、パリで暮らしている。また、親友カーラ・ブルーニのパリのエリゼ宮殿で行われた、ニコラ・サルコジ大統領との結婚式の際には、ブルーニ側の承認を務めた。17歳の時からモデルとしての活動を始めた。 ニューヨーク時代にはカーラ・ブルーニと一緒に住んでいた。しかし、その後女優としての活動を始めるため、フランスに戻っている。テルテルームが演じてきたのは、ほとんどがフランス語の映画である。その他、テレビにも出演しており、一年に一本のペースで続けている人気シリーズ、ハンジと女アリス・ノベル・レジュ・ゲイ・ユニファムの主役も演じている。さらに、彫刻家としても活動しており、 パリとニューヨークで個展を開いている。ありがとうございます。